せっかく銀山を取れると思ったのに。あんなところにうちがあるぞ。雨宿りさせてもらおう。何も知らずに走ってくるわい。お化け屋敷とも知らず。いい家だな。誰も住んでいないらしいぞ。うわあ、ドアが一人で開いた。こんにちは。やっぱり誰もいないな。あれ、赤ちゃんがいるぞ。かわいそうに。よしよし、おんぶしてあげるね。真っ暗になった。よしよし、やっと泣きやんだね。暗いなあ。あれ、星が見える。綺麗だな。おい百元よ、お前の目を星だという。赤ちゃんが喋ったぞ。わしは子泣きじじいじゃよ。うわ、しっかり覚え、わしを落とすとお前の命はないぞ。出口はどこだ。ダメだダメだ、塗り壁じゃよ。どこまで行っても壁だらけじゃ。おい、みんな出てこい。からかさお化けか、雨が降って嬉しいか。久しぶりの夕立ちでさ、嬉しくて。一つ目小僧や、この子にお茶をあげなさい。いらない、いらないよ。お家に返して。そんなこと言わずに飲めよ。ほら飲めよ。あ、そばに指が浮いてる。うわー、おー、かわいそうに指が一人で張ってくわい。鬼ババアよ、包丁の具合はいいか。今わしがこの子を潰すからな。よく切れるわ。急に重くなった。苦しい。助けてくれ。じいさん、葬式の行列がやってくるぜ。おお、いけねえや、お経だ。さあ、みんな早く逃げろ。急に軽くなった。助かった、助かったよ。